こんにちは、いちかんです。今回はですね、カメラのお話になります。健康トキナーさんからですね、レンズをお借りいたしましたので、こちらについてですね、簡単にご紹介の方していこうかなというふうに思います。お借りしたレンズはサムヤン AF24-70mm F2.8FE というレンズになります。サムヤン初のズームレンズかつ F2.8 同士ということで、ちょっとね、気になる方も多いんじゃないかなというふうに思います。今回はですね、実際に登山に持ち出してきて写真や動画を撮影してきましたので、そちらを見ながらお話の方していきたいと思います。ということで、こちらが今回ご紹介しますサムヤン AF24-70mmF2.8FE というレンズになります。簡単なスペックはこちらです。ざっくりこんな感じになってますね。はい、ここからですね、順を追って簡単にご紹介の方していきたいと思います。サムヤンは韓国のレンズメーカーになります。まず操作系を見ていきたいと思います。リングは2つ用意されており、奥側がピントリングとなっております。回した感じは非常に滑らかに動くなという印象を受けました。そして手前側がズームリングになっております。ズームするとこのようにですね、伸びていくというような形になっております。こちらも非常にヌメヌメと動きますね。動画撮影時のインアウトなどの際にはですね、すごく効果あるかなと思います。ちょっと引きで撮影してみました。24mm から 70mm まで移動させるとですね、約 3.5 cm ほど先が伸びてきます。出の量はそこまで多くもなく普通かなという印象です。そしてスイッチ類はですね、横にモードスイッチがあります。こちらを操作するとですね、なんと先ほどご紹介したピントリングで操作できるものを変更することができます。モード1の場合にはピント操作なんですが、モード2にするとなんと絞り位置を変更することができるということなんですね。ということで α7R4 に取り付けてみました。やはり F2.8 同士の標準ズームということで、なかなか大きさは大きいかなと思います。実際に持ってみるとその大きさがよりわかるかなと思います。このレンズ約1キロということで、最近のミラーレス用のレンズとするとですね、なかなか重たい方なのかなというふうに思います。そんなレンズを持ってですね、実際に山に出かけてきましたので、ここからはその様子をご覧いただこうかなと思います。ということで、今回はですね、八ヶ岳は天狗岳へこのレンズを持って出かけてきました。その時に撮影した写真など見ながらお話ししていきます。ということで、まずは開放で撮影してみました。若干周辺原稿が出てるかなとも思うんですけれども、描写に関しては問題ないのかなというふうに思います。さすが大口径かつ AF2.8 同士ということでですね、写りは非常にいいのかなというふうに私は思いました。ただ若干ですね、広角域で樽型の湾曲が出てるかなという印象があります。ではここでですね、このレンズの売りの一つでありますフォーカスブリージング性能について見ていきたいと思います。こちらですね、このレンズはフォーカスブリージングが非常に起きづらいように作られているということです。今動画見ていただいている通りですね、このようにズームインズームアウトをしたとしても画角の変動が非常に少ないということで、動画撮影の時に大変力を発揮するレンズとなっております。はい、続いて逆光性能を見ていきたいと思います。こちらのレンズの逆光性能非常に優秀かなと思います。動画のようにですね、太陽が目の前にある状態でもフレアゴーストは非常に出にくくなっております。ではここからですね、逆光の状態で撮影した写真を何枚かご覧いただきます。こちらはですね、開放で撮影した写真になります。そして絞って撮影してみました。合わせて光防の出方もですね、ご覧いただければなというふうに思います。非常に綺麗な光防だと私は思います。ではここから残りの登山の様子をですね、撮影した写真とともにご覧いただきたいと思います。
はい、ということで、ここからはですね、お借りしたレンズを使ってみての感想などをですね、お話ししていこうかなというふうに思います。やっぱりこのね、F2.8 同士の標準ズームレンズっていうのはですね、非常に使いやすいなというふうに私は思いました。F 値の変化を気にすることがない、まあ、かつですね、ズームレンズということで、本当にいろんな撮影にですね、使える万能なレンズなんじゃないかなというふうに私は思います。以前ですね、私はニコンを使っていたんですけれども、その時にはですね、このレンズと同型のスペックのものを使っておりまして、これをね、とっても愛用していたんですよね。まあ、登山の場合には日中の撮影はもちろんのこと、夜の星の撮影までですね、この1本で賄うことができますので、本当にね、これでこと足りるなと何度も思ったことがあります。私個人としては、登山にもしもレンズ1本だけしか持っていけないってなった時には、この F2.8 同士の標準ズームレンズを選ぶんじゃないかなと。本当にね、それぐらい万能かつ使いやすいレンズなんじゃないかなと私は思っております。まあ、製品についての感想なんですけれども、この価格でですね、このスペックのレンズを出せたっていうことは、もう素直にすごいんじゃないかなというふうに私は思います。純正品ですと、大体この倍ぐらいの値段してしまうかなと思いますので、それがね、この価格帯で実現できたということは、我々消費者としては選択肢が増えたので、非常に喜ばしい限りではないかなというふうに思います。とはいえね、じゃあ価格が安いからそれなりのものなんじゃないかなと、思われる方もいるかと思いますが、全くそんなことはありません。確かにね、従来のサムヤン製品の場合には、こういったボディにね、プラスチックパーツを使われることが多かったので、正直ね、お値段相応というものが多かったんですけれども、それとはですね、比べ物にならないぐらい本当に高級感がありますね。多分ロゴとか入ってなかったら、これサムヤンなのって思うぐらい、それぐらいね、すごくしっかり作られたものとなっております。またですね、このブラックのボディと、あとここね、中央部のオレンジ色のラインですね、これはアルファのボディにですね、すごく合うデザインじゃないかなというふうに思います。いずれにしろね、こういったところからも、非常に使いたくなるレンズじゃないかなというふうに私は思いました。肝心の写りについてなんですけれども、多少やっぱり気になるところはあるんですけれども、私的には十分じゃないかなというふうに思います。今回はですね、高画素機でありますソニー α7R4 に組み合わせて使用してきたんですけれども、十分に対応できていたのではないかなというふうに思います。ただしですね、何個か気になることっていうのはやっぱりありました。一番気になったのはですね、広角端で使用した際の歪みです。広角端で使用するとかなりはっきり樽型の歪みっていうのを確認することができます。今回ご覧いただいた映像では登山で使用しておったんですけれども、この後にですね、このレンズを持って京都へ撮影散歩に出かけてきました。でその時にですね、建物を撮影したんですけれども、その写真見たらね、かなりくっきりはっきり歪みっていうのが確認できてしまったんですね。あとは開放で使うとですね、どうしても周辺原稿は出やすいかなと思います。これはね、ズームレンズなので仕方がないかなというところではありますね。多少気になる点っていうのはあるんですけれども、最初にお話しした通りですね、写真性能に関しては問題はないんじゃないかなというふうに思います。α7R4 のボディにも対応できるレンズかなと思いますし、またですね、逆光性能っていうのがすごく強いなというふうに私は思いました。フレアやゴーストはあまり出にくいなという印象も受けましたし、あとね、光合がすごく綺麗だなというふうに思いましたね。
なのでね、結構絞って太陽を取っちゃうみたいなことが多かったですね。それぐらい綺麗な工房だったなというふうに私は思います。そして、動画性能についてですね、フォーカスブリーチングの少なさ等はですね、動画撮影歴がまだまだ短い私でも十分に感じることができました。これですね、本当に動画撮影される方にはおすすめできるのかなと思います。まあ、ただし結構ズーム操作するときはちょっと力がいるかなというふうにも思います。一応ですね、サムヤン純正でフォローフォーカスなどがセットになったシネキットっていうのがあるらしいんですね。ただこれはですね、ちょっと日本国内での販売っていうのがどういうふうな状況なのかわからないんですけれども、本国ではそういったものが用意されているようです。動画をメインで使う方はですね、フォローフォーカス等を導入してみるのも一つの手じゃないかなというふうに思います。ここまでですね、多少気になる点はあるものの、非常におすすめできる一本じゃないかなというふうに私は思います。ただですね、最後に1点気をつけていただきたいことがあります。それ何かというと、やっぱりこの重量ですね。はい、今回こちらのレンズの重量約 1kg ということで、ミラーレスカメラ用のレンズとしてはかなり重たい部類に入ります。まあ、今回登山にも稽古したんですけれども、やっぱりちょっと重かったですね。はい、まあ、久々にね、結構がっつりした重量だったので、一眼レフを使っていた時のことをね、ちょっと思い出してしまいました。まあ、そこまでではないにしても結構ね、重たい方にはなります。まあ、使い勝手も良くて、お値段もね、比較的お求めやすいんですけれども、まあ、このね、重量っていうのはね、結構気になるかなというふうに思います。まあ、この部分に関しては、撮影スタイルやですね、あとはこういった機材をどのように稽古をするかとか、まあ、そのあたり含めてご検討いただくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、こんな具合でですね、全体的に見ても非常に使い勝手の良いレンズかと思います。初めての F2.8 同士のレンズとしても、候補に入れてみる価値っていうのはですね、十分にあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、特にですね、動画撮影用途にも検討されている方にはこれおすすめできるレンズなんじゃないかなというふうに私は思います。ただしですね、重量はですね、やっぱり重たいので、そこのところも含めて検討いただくといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、長くなってしまいましたが、今回はですね、こちらのサムヤン AF24-70mmF2.8FE というレンズを使ってみての私なりの感想などをお送りさせていただきました。当チャンネルではですね、登山の様子や、あとはこういったカメラ機材のご紹介なんていうのもさせていただいております。よろしければですね、引き続き動画の方をご覧いただけますと幸いです。ということで、最後まで動画ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。